SAP 貿易の答えです。本日のブログはですね、動画ブログですけれども、今日はですね、どんなことやったかというと、午後からですね、スーパーシティ、日本語の雑誌ですね、中国の、そちらの方で、手相鑑定ですね、の方を行いました。で、僕の最近のブログを見てると、ほとんど遊んでるだけみたいな感じがするんですけども、実はね、一応ちゃんと仕事はしてるんですね。で、長いことですね、このずっとインターネットでブログを書いてるんですけども、貿易の仕事とですね、会社登記っていうメインの仕事で、ビジネスやってるんですけども、同じ内容のことをですね、ひたすら書き続けてもちょっと面白くないなと思い出して、最近はですね、結構スピリチュアルな話とかですね、占いの話とか、もうなんか自分の趣味の世界に入ってますよね。で、仕事の話がなんかちょっと少なめになってるっていう傾向があります。実際ですね、ビジネスで思いついたこと等の話はですね、ブログの中に織り交ぜて、これからもどんどん書いていきたいと思っております。で、皆さんの方ですね、例えばこういう内容について知りたいこととかですね、中国ビジネスについて興味あるんだけども、こういう観点で書いていただいたら面白いかなとか、なんかそういう提案もね、ありましたら、ご連絡いただければですね、私の、インスピレーションというか、知ってる範囲でですね、お話を書いていきたいと思ってるんですね。で、実際ですね、ビジネスの話で言えば、結構ですね、最近は進出、大きな進出の話じゃないんですけども、中国、万博近づいておりますんで、中国国内でなんかビジネスできればと、考えられている企業さんも多くてですね、で、問い合わせのレベルなんですけども、中国でこういう商品が売れないかとか、ああいうことできないかとか、国内向けですね、中国国内内需を考えたビジネスということでの、皆さんですね、問い合わせが割合多くなっています。もともとの資材調達としての中国っていうのも、相変わらずですね、人民元が高くなっているっていう状況もございますけども、実際にはまだ中国から仕入れたいと考えている企業さんも多いのは事実だと思うんですよね。で、今はですね、間にですね、貿易会社とかですね、いろんな商社さんとか、いろいろですね、日本の中間流通経路というんですか、そのような中間流通を使ってですね、商材調達をしていきたいと思っていた企業もですね、コストを見直したいということで、直接ですね、中国から仕入れたいと考える企業さんも非常に増えているというのも現実ですよね。実際ですね、中国はその貿易圏とかいろんな問題はございますけども、どっかのですね、貿易会社を頼ってやればですね、大体誰でも一応輸出入はできるんですね。どこの、お金も預けることなんで、信用できる企業、との取引というのは大切だと思うんですよね。で、それがちゃんとできるならば、ビジネスとして、日本の通関ですね。日本の通関というのははっきり言って、どこの企業さんでもできます。別に資格っていらないですね。よっぽどですね、衛生に関わるもの、化粧に関わるものとかですね、普通の一般商品に関しては誰の業者でも通関できるんですけども、特別なものを除いてはほとんどできるというふうに思って結構だと思います。危険物もダメですよね。だから、それ以外の一般貨物に関してビジネスで、海外取引をしたいと思われている業者の方は、普通にですね、会社名での通関、もしくは、はっきり言って個人名でも通関の方ができますので、いろいろチャレンジできると思いますよね。で、我々も、特に今、仕事が多いのはですね、意外と、商店建築なんですね。で、商店建築の、資材ですね、中国からいろいろ建材とかですね、特殊家具とか、そういうものをですね、あちこちから仕入れてきて、仕入れるって弊社の関連工場とかね、協力工場、また、今までいろいろ作った工場とかありますし、また日本人管理のね、工場等もあります。そういうところに、バラバラ必要な商品をオーダー出して、で、建材市場等もありますけども、そういうところで買い付けてですね、で、一つのコンテナにまとめて現場に納品するというふうな、サービスもやっております。あとですね、店舗の販促商品等の、中国からの消耗品ですね。そういうものの輸入代行等もやっておりますね。
まあ今いろいろバラバラやってる中でね、まあ弊社の本業って何なのかって話をすればですね、実は貿易代理店としての輸出入通関の書類を作ることが我々の仕事として一番重要な仕事というか、私がですね、もともとですね、外高橋法税区というところで仕事をやっておりました。で、外高橋法税区でまあ通関の仕事をやってて、で、まあ、輸出入のことについて勉強しましたよね。その後、自分で独立して、じゃあ、日系企業さん向けのサポート業務として、輸出入の、例えば、BL、インボイス、パッキングリストというような、そのような書類を作ってですね、例えば、輸出する際にはですね、中国から輸出するための外貨処理、外貨管理局でのお金の両替ですね。で、お金の両替をして、外貨確証担当の処理ですね。それをして、まあ、輸出を行うと。で、そういうような一連の貿易による実務に関する、アウトソーシング事業ですね。ここがメインで行っております。まあ、もしですね、皆様の会社でですね、まあ、中国から商品を海外に出したいんだけども、例えば今までの貿易代理店が高くてね、ちょっと大変だとかですね、どうやったらいいのかわかんないとか、自社でやってみたいとか、そういうふうに考えられている方いらっしゃいましたら、私、答えの方までご相談いただければですね、ズバリ回答いたします。できるかできないか、どれくらいコストできるかっていうのはね、ですから、皆さんの方でね、実はビジネスについて、中国ビジネスについて、非常に興味を持たれている方が多いと思うんですけども、まあ、時短だ踏まないですね、わからなかったら聞いてみるっていう精神で聞いていただければ、ちゃんとした回答いたしますんで、で、私自身もですね、できないことはできないと言います。できることはできるって言いますし、できないならその理由はどういう理由なのかという明確な理由を申し上げますし、できるならばこういうようなコストかかるというような、明確なお話もいたします。ですから、何ですかね、まあ、中国ビジネスね、で、まあ、わからない点等の無料相談は、随時行っておりますので、皆様ね、まあ、このブログの横にスカイプボタンとかですね、電話番号のありますね、050、580684888ですかね、この番号をかけていただければ、まあ、上海の私の携帯の転送するようになっておりますので、まあ、いつも繋がりになってますので、まあ、24時間というわけにいかないですね。まあ、人間の起きている時間帯にしてほしいんですけども、それぐらいの時間帯ならば、ちゃんとお答えいたします。また、メール等での、まあ、ビジネス相談等も、随時行っておりますので、皆様ね、気にしないで何でもかんでも聞いてください。まあ、私のね、今までこう経験した中でたくさんの案件をやってきました。ですからね、話を聞いた途端に、まあ、聞いた瞬間です。大体どうやったらいいのかなんてわかりますね。ね、まあ、なかなかですね、どうしたらいいかわからなくて悩みを抱えている皆様多いと思うんですけども、特に経営者の方、ね、お金かかる話ですからね。まあ、そういうところで、無料相談等を行っております。ですから、まあ、皆さんもね、この中国ビジネスもっと楽しいものに、もっと面白いものに、で、多くの方が参入できる、中国ビジネスにというふうに私どもも頑張って応援しておりますんで、このブログを通じてですね、熱いメッセージを皆様に伝えていきたいと思っております。ですから、多くの方にですね、まあ、このブログ、また、無料相談等を通じて、まあ、一つの出会いが生まれれば、私も嬉しいかなと思いますんで、今後とも、SFE 貿易、ホタニ学の中国ビジネス奮闘記、ブログ兼、また、SFE 貿易のね、ホタニの、中国無料相談等もよろしくお願いいたします。またですね、チャンスがあればですね、ビジネスセミナー等も行っていきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いいたします。本日のブログは終わり。